はい、皆さんこんにちは、藤本です。さあ今日はですね、今日からできる子犬の乳歯が抜けやすくなる一つの方法、今日話していきます。まあ、子犬ちゃん、まあまあもちろんですけども、まあ乳歯ありますよね。でこれがまあすごいすぐ抜ける子もおったら、なかなか抜けへんみたいな、1歳になっても抜けへんとかっていう子も全然います。でずっと残ったまんまといるんですよね。でこの時に飼い主さんやっぱ心配になるじゃないですか。で人間でもそうですもんね。なかなか歯がね、歯並びがどうのとか汚れがつきやすいとかってなってくるわけじゃないですか。でやっぱり心配されると思うんですけども、じゃあこれをずっとね、指をくわえてぼーっと待ってるだけでいいのかっていうと、そういうわけじゃないんです。飼い主さんができることっていうのが実はあるんですよね。でそれを今日ちょっとね、一つお話しさせてもらおうかなと思います。これはねもう今日からできます。今日からできるので、ぜひね、乳歯がね残ってなかなか抜けないなーって悩んでる方は実践してみてください。では本題に入る前にお知らせなんですけども、これ YouTube の他にですね、ブログ、あと Instagram しています。ブログの方は僕の思いを発信しています。 Instagram に関してはここ行こうっていう僕のお店の様子をアップしています。下の概要欄からチェックできます。よかったらチェックしてみてください。はい、っていうところですね。今日からできるってことなんですけども、じゃあ早速何をしてあげたいのかってことですね、子犬ちゃんに対して。はい、これ一つ何をお伝えするかというと、歯を使う遊びっていうのをたくさん提供すること。はい、要はね、歯に歯と歯茎ですよ、歯と歯茎に刺激が行くとやっぱね抜けやすくなってくるんです。はい、むしろこれはね必要不可欠なんですよ。けどやっぱりドッグフードとかだと、やっぱりこうあんまり使うことないですよね。でもほぼ飲むんで、なのでやっぱり歯と歯茎の刺激にやっぱりなりづらいんです。はい、なので、まあ具体的なところで言うと、まああのワンちゃんのこの引っ張りっこのこの遊びとか、こう引っ張りとか遊びますよね。はい、そんな遊びだったりだとか、あとはまあ何があるかな、まあ例えば今ちょっとチラッと見えたんですけど、まあダンボールとかビリビリやってくって遊ぶやつ、ビリビリするの大好きですよね。まあそういった形で、要は一生懸命こう口を使って歯と歯茎に刺激を与える遊びっていうのを飼い主さんがどんどん提供することなんです。これが少ないとやっぱり抜けにくいですね。はい、なのでやっぱりね、こういった刺激をたくさん与えてあげるっていうのをぜひね、今日から実践してほしいかなと思います。おそらく乳歯がね、まあそうだな、生後まあ大きさにもよるけども、まあ5、6ヶ月ぐらいですか。まあそれぐらいにはやっぱりどんどんね抜け変わって、6ヶ月過ぎた頃には生え変わりましたみたいな感じで一番スムーズです。でなかなか抜けないなって方はぜひね、今日実践してほしいかなと思います。ね、わかりました、今日もやってみますって方、よかったらねコメントいいねいただけると励みになります。よかったらお願いします。まあそういった形でね、まあどんどん与えていくんですが、これを知るとですよ、なるほど、じゃあペットショップ行ってこういったものを買ってこようって買ってくるんですけども、それが実は失敗、いろんな違う問題出てくることがあるんです。それをちょっと宿題でお話しさせていただこうかなと思うので、実践される方は絶対ねチェックしておいてください。では今日の宿題はこれです。はい、じゃあですね、今日は子犬ちゃんのこう乳歯についてお話しさせていただきました。で今回ね、宿題でお話しさせていただくのは、事故が起きないポイントです。事故が起きないポイント、はい、事故が起きてしまうと意味ないですよね。はい、せっかくこれを与えたけども事故が起きたってなってくると、やっぱりそれはやっぱり本末転倒もいいところですよ。余計トラブルになってきますからね。はい、なのでやっぱり今回の宿題に関してお話しさせていただくのは、硬すぎるものっていうのはやっぱり歯をね割ったりとか、あとはすり減らしたりだとか、そういった事故になる つながる、ね、可能性があるわけなんです。なので硬さ選びっていうのは必ず慎重に行ってください。でそれをやっぱ失敗してしまうと、やっぱりね、あの歯を割っ先端が割ったり減ったりだとかっていう形で、もうそれ歯抜かなきゃいけないとかになってくる可能性が多いですよね。なのでやっぱりね、この物選び、ペットショップに行って全てが正解ってわけじゃないです。やっぱ中にはこれちょっとどうなんだろうなっていうものもやっぱあるわけなんですよね。やっぱりそれでしっかりとね、こちらが知識をつけて、これは大丈夫かな、いいのかなっていうのを選んであげる。基本的に言えばね、ハサミで切れるぐらいの硬さがベストと言われてます。ぜひね、それを基準に選んでほしいかなと思います。まあこういった形でね、やっぱり生活のね、まあなんだろうな、こう、悩みというか、ね、こうなんだろう、歯大丈夫かな、膝大丈夫かな、やっぱ体に気になることってもたくさんあるわけですよね。
まあ、うちで言うと、まあ、そういったこともね、含めながらしつけ教室もお話しさせてもらってます。うちのしつけ教室、その前にですね、入学説明会っていうのがあります。そちら概要欄の方にですね、リンク貼っておりますので、ね、1歳未満のしつけに悩む方はぜひね、チェックしてみてください。っていう形で今回は入試、ね、入試遺産とか出たりするんですけどもね、入試についてお話しさせていただきました。ぜひ今日はこれ、今日から実践できることですので、ぜひやってみてください。というわけでまた次回お会いしましょう。さよなら。